東日本大震災当時、友達作戦に従事した米国海軍の兵士ら239人が放射能被害を受けたとして東京電力を訴えている裁判で10月28日、南カリフォルニア連邦地裁は東電の申し立てを認めない決定をし本格審議が始まることになりました。今日は原子力空母母のののの横須賀母校問題を考える市民の会の共同代表で弁護士の 後藤雅彦さんにおお話を伺いいいまますす後藤さんよろししくお願た、はいまあ、はこの横須賀というところでまあ弁護士をなさっていて、はい、そしてまああのこの原子力空母の問題に取り組んでいらっしゃるわけですけれども、はい、今回、友達作戦という米国のまあ海軍の兵士のこう裁判ということで、はい、あのアメリカに行っていらっしゃる、はい、ということなんですけれどもこれはまあどういう裁判かというのを教えていただきたいんですけれども。はい、この裁判は、はい えっともともとですねあのう一昨年の十二月に、はい、ここにちょっとあの、はい、フリップを持ってきましたはい、はい、まず一昨年の十二月に八、えー、人の方が、えー、まあ東京電力を相手に、えー、アメリカの南カリフォルニア連邦地裁に裁判を起こしましたはいであのその中で、えー、まあ東京電力がその日本政府と共謀してまあ事故を隠したと。 いうような理由で訴えを起こしたわけですが東京電力はそ,のそういうことならば日本政府も巻き込まれるからこれは政治的な問題だから裁判所が判断すべきことじゃないとだから却下すべきだということをあのそういう申し立てをしてきたわけですこれに対してその昨年の11月に口頭弁論が開かれて、はい、まず1回目の命令というのは出ていますでそれは確かにその東電の却 あの申し立てを認めるんだけれど、しかしその原告の方にその訴状の訂正をしていいと。いうことを認めた条件付きの却下のあの命令だったんですね。うん、実際にはじゃ一回却下されてた、はい。という話なんですね。ね、はい、だけどそこでまたあのこの請求を直したことによってよみがえってきた。よみがえった。はい、なかなかここは日本の裁判と。違う。<laughs> このこあの不思議なところなんですけれど。復活っていうやつですね、はい。そうですね。それであの今年のえっと二月5日に、はい。 あの原告80人に増やしてそしてあの、第二次の訂正訴状がつく出されています、はい、それでその内容はその、えー、とまず、えー、と東電だけの過失を主張するということですね、はい、それからその国と共謀してという部分は取り下げたというか、訂正した、はい、そしてやはり共通したことなんですがあのクラスアクションという代表訴訟でして、まあ、とりあえず原告80人になっていますがこれからも増えていくだろうと。 同じようにこの友達作戦で被爆した被害者が出てくるとそうするとその人たちすべての人たちのために、えっと、東京電力はまずその10億ドルの,この損害賠償のための基金を作るべきなんだとでその後で具体的にその損害が認められた人についてその基金の中から払ってきなさいとそういうまあ2段階の,あの請求をしているわけです。 なるほどじゃあ、あ薬害じゃないですけれどもある一定の被害者が将来出るかもしれないからそれを見込んで基金を作れというものがあると、はいはい、そうですねまさにその通りですねその薬害の基金なんかと同じようなイメージでこの友達作戦によって被爆したその、えー、と被爆者の人たちのためにまずその10億ドルの基金を作りなさいとでその中からその10億ドル全部くれって言ってるわけじゃなくて被害にみが認められた人が、うん 後日そこからそのそあの賠償を受けられるようなそういうようなあの基金を作りなさいというそういうまあ 日本だとなかなかないようなタイプの裁判ですけれどそのよううななこことととを求めたということですなるほど普通だったら政治決着の後にやるようなことを裁判中にすでに求めているという,ような感じ、はい、そういう仕組みがあるわけですねだから10億ドルって多いじゃないかって思われる方いるかもしれませんけれどやはりこれから出てくる被害者のための枠ですからねだから決してそれは多い金額じゃないと思いますね。 だから、将来的に見てもそれはみんなで使えるというか被害者たちが使うことができるようなものというすべ、ね、てのこれから出てくる、まあ、あのこれから時間が経って発症する人も出てくるでしょうけれどすべての被害者が救済されるための,、まああの,この被爆者のための基金を作りなさいってそういうあのまあ請求なんですよ。よ、うん、そして、えー、次に えー、また原告がさらに増えてるんですがです、ねはい、これがですね、えっと、実は今年の8月25日に第2回の口頭弁論が開かれましたでその直前に、えっと、この原告の,あの弁護団は第3次の訂正訴状を出してるんですねでそこでは原告が223人にさらに増えている、はい、それから、えっと、被告にその東電だけではなくてあの GE それからエバスコという GE の子会社、はい、それから東芝そして日立などを加えていますメーカーが入っているとそういうことです、はい、それはこのそもそも運転の上の過失だけではなくてやはりこの福島第一原発が事故を起こしたのは構造的な問題があるんだと、はい、設計上の過失があるんだとそういうい主張を加えているからなんですねうんそしてその後また再び行動弁論があったと。はいはい あの8月25日にありまして10月28日にあの今回の,あのえっとサンマルティの判事の命令が出たわけなんですがその中ではこの東電のえっとこの却下の申し立ては認められませんと 2>,、はい、それは2つの理由で1つはその請求の内容を直して東電の過失にしているから日本政府は入っていないからもはや政治的な問題じゃなくて裁判所が判断できる問題になったんだなるほどそういう理由です。 でもう一つは東電は日本の裁判所でやるべきだって言ったんです、うん、でもそれはその原告らの主張は到底日本の裁判所には行けないと原告の人たちをはい、ということと同時にこれはアメリカの国益もかかった問題なんだと、うん、ということを主張したんですねで、それを裁判所は認めているんですなるほどあの、まあ これからあの裁判所の本格的な審理がアメリカの裁判所で始まることになったわけですね。うん、あの先ほどあの申し上げた通りにこ,この後も少し人数が増えていらっしゃる、はい、ということなん、ね。そうですね。それであの先日11月18日に、はい、あの最終的なその三時の訂正訴状が出されて。はい えっとまあ、2名の方が亡くなっているんですがその方たちの遺族も含めて239人の方たちが原告としてあの、えっと、名前を連ねた第三次訴状が実際にまああの裁判の中で、まあ、どういう状況で被爆していたのかううの、ね、あるいは 実際にその皆さん、がですねあの皆さん原告の方は若いようなんですけれども、はい、まあどういったその健康的な被害などがあるのかというのは,やはり気になるところなんですけれどもまずあの被爆の状況ですけれど、はい、これはですねあのちょうど3月11日に東日本大震災が起こりましたそして3月12日にまず福島あの第一原発の1号路のまあ爆発が起こったわけですね。ね、はい あの当時です、ね、この原子力空母レーガンはあの本来あの、韓国に向かう途中だったんですが、はい、急遽三陸沖に行ってあの救援活動を行えという指令を受けて、うん、13日の段階で、えっと、ちょうど三陸沖にあの到着しているわけです。でその時にまさにです、ね、その福島原発から流れている放射能プルーム放射能のいわゆる雲の真下に入ってしまった形になるんですね。うん でその当時の様子を本当にそのあのもうあの空母の放射能の,あの警報機も鳴ったと、はい、しかしそういう状態の下でしかもその非常にその空母の乗組員の人たちも,もう吹雪の中でやっぱり放射能でちょっとおかしいということを感じながら5時間本当にそ,の、まあ、そういうあの雨風にさらされた状態で甲、はい、板作業をさせられたというふうに言っています。<ー>それだけでではなくてですね あのちょうどその原子力空母というのは海の水をその脱塩して飲料水などに使ってるんですねなるほどでこれも3月15日にやっとその脱塩水のを飲むことを取り入れをやめたと言っていますのでそれまでに飲んでしまって体内被曝をしている可能性というのはあると思います、うん、なるほどななんとなくこう私たちの友達作戦の,あの、まあ、兵士たちというのは早い時期に9 0キロ圏外に。 行っっててしまってむしろこうあの早く逃げたのではないかというイメージもあったんですけれどもうん、うん、実際のところやっぱり初期の高い線量を浴びてううやはりこう全部海の方に流れていましたので、はい、それをま,あまともに浴びている可能性があるということ、はい、その時のこう例えばですね、防護のまあ服装ですとかあるいはこう、はい、要素材を服用していたとかって、はい、そういうところっていうのはどううだったんでしょう、はいはい、あのここにそのちょうど写真があるんですが。 まず、これはですね、3月の終わり頃に、ちょうどそのレーガンの甲板上で、結局、汚染された甲板をですね、除染作業をしている様子なんですね。よく見ていただくと、この乗組員の方たちの着ている服というのは、放射能の防護服ではないんですよ。一般の要するに軍服です。 でそういう状態の中であの除染作業をやってるわけですから、まさにその放射能をあの低レベルではあるけれど浴び続けた状態でこの危険な作業を行わさせられたってことになるんですね。これはもうそのまんま乗り続けていたっていうことですか。そういうことですそういうことです。今回入手してきた陳述書の中にはちょうどですねあのやはりかなりあのおせホットスポットであるこういう換気の出口のところに。 ベッドがあった水平さんがいて、結局そのホットスポットのところにずっと半年間生活を続けたので、やはりがんになってしまったと、うん、そういうような報告なんかもあるんです。なるほど。ですからその半年間まあホットスポットに行ってみれば缶詰にされた状態で生活を続けたってことになると思うんですね。うん 今がん、まあ、という言葉が出ましたけれども、はい、実際にあの、えー、原告の方というのはやはり日本20代の方が圧倒的に多いんですけれども、はいはい、実際、どういう状態があるのかというのはざっとあの主要なものを、はい、あの並べさせていただいたんですけどすでに亡くなっっっていららししゃゃる方がす、ね、あの2人あの亡くなっている方が出ています。 一人の方は今年の四月に亡くなったんですが、骨膜肉腫というですね、はい、やはり癌の一種で。やはりこういうのが、その二十代三十代のっていうのはあまり考えられないような。あその方は大体おいくつぐらいか,分かる。この方はですね、三十代ですね。はい。それから二人目の方は九月に亡くなってます。この方は二十代で白血病で亡くなっているんです。うん、でもその方以外にも、あのたくさんの方が。 本当に二十代三十代では考えられないような病気になっているわけですね。例えばあの甲状腺がん、それから乳がん、はい、それからあの精巣のがん。がんそれからえっと脳腫瘍。 あのなどなどでそういうがんになっている方もたくさんいますしその他にもやはりあの胃腸の不調だとか全身が動かなくなったりとかそれからやはりあの生殖関係ですね、あのー、まとめていただいたのにもえ例えば、はいあのー、この期間中に妊娠された方のお子さんが多発性胃断子異変ということで。ちょうど これはあのアメリカ海軍の中には若い女性の水兵さんもたくさんいますその中で1人の方がえっと被爆をしてその後にあのち,ょちょうど当時妊娠中で10月に出産してるんですね。でその生まれたお子さんがやはり遺伝性の病気を持って生まれたということでこの裁判では。 お母さんとそれからお子さんが両方原告として訴えているっていう形のお子さんがあの原告になられているっていうケースがあるんですね。なるほど。見た感じお一人一つという感じの病気ではなくて、な,なんかこう複数、はい、あの持っていらっしゃるこれ、はい、あのポツポツと書かせていただいたのは一人の症状がこう並んでいるような状態なんですけれども、はいはいうんね、あの本当に一人のあの症状の中に甲状腺の異常もあるし、胃腸の異常もあるしその筋肉系の異常もあるし、それこそそのえっと熱が出てきたり。 とか様々な異変が出ているこれがやはりその放射能を被曝したその中での,あの障害の特徴がやはり出ているんじゃないかなと思われるわけですね。でこうなりますとあの、まあ、見た限りかなりそのいろんなものをあの重複して、はい、まあ体に抱えている状態ですけど やはり皆さん、もう軍隊では働き続けられないんでしょうか、はい、それとも今でも働いてらっしゃる?あの。この中で原告の方の中で三分の一の方は。いまだに現役の方です。現役の方は三分の一。しかし、あのその後に、やはりあの。 体調を崩されてそのために除隊をしているそういう方たちもたくさんいます。うん、で、本当に体調を崩されて除隊で特に20代に除隊をすると本当にもう全然その後の手当もつきませんのでね。今生活状況としても大変な状況になっている方たちがたくさんいるわけですね。もともとやはりあの軍隊にいらっしゃる方々の中には、はいはい、例えば学費を稼ぐとかいろんなそのまあ条件の中で。はいはい まあ軍隊を選んだ方もいらっしゃる、ね、そうですね、はいはい、それこそ,その軍隊である程度その勤めた後にあのに大学に行こうと考えられてた方もいると思うんですがそのやはり被害者の陳述書などを読むとその行こうと思ったけれど行けなくてその今まあ病気療養中であるとしかも今後の保障も全然ない状態で非常に将来的にも不安であるとということを訴えられている方もたくさんいますね。まあこれだけいいろろ大変な あのまあ健康状態を抱えているということなんですけど、今後まあこの裁判のまあ見通しというか、どういうこう。はい、あの審議っていうか、はい、あのまあまさにアメリカの裁判が全然分かんない、はい、私としては。はい、これからどういうプロセスを踏むのかなというふうに思うんですけど、はいはい。あのこれからはいよいよ中身の問題に入っていきます。一つはその、あのこの福島、あの第一原発事故との。 それから友達作戦とこれだけ大量に発生しているその兵士たちの,その病気との因果関係の立証ということになってくると思うんですね。です、はい、からその当時どのぐらいの放射能の,ひあのレベルだったとかあのレーガンの位置がどうであったかとかそういう問題です。からもう1つはやはり公的なその水兵たちの今大変な病,病状の,その立証ということになってくると思うんですね。うん で今回私たちが言われたことはそのアメリカの裁判所でやることのメリットというのは賠信性だというんですよ。よつまり 一般の市民の方たちがねあのやはりこの裁判の様子をつぶさに聞いてそこで、やはり本当に同じ立場に立って被害者の方たちと同じ立場に立ってこれはどうあるべきかということをきちんと考えていくそういうシステムですからそういう陪審制の審理に入ることによってやはりきちんとこれが本当に市民的な感覚であの裁判されるということが期待できるんじゃないでしょうか。なるほどあの今のの段階では一一人一人の いわゆる被爆線量の推計みたいなものはまだされてないっていうう状態ですねそうですねあの今あのちょうど弁護士さんたちはそれぞれ海軍とかあの海軍の病院ですとかこのか水泳太さんたちがかかっているあの病院にそれぞれのいろんな病状のカルテなどのデータを取り寄せていると言ってはいるのですが。うん 確かに、それはその後の症状の問題としてあるんですけれど、当時一人一人が戦略系をつけていたわけではないわけですね。もちろんレーガンの中にはたくさん戦略はあるでしょうけれど、しかし、それが必ずしもそのあの全員に行き渡っていたわけではないんですよ。本当にそのあの上の方の士官の方だけだったっていう話なんですね。だから、要素剤も当時ありましたが、上の方の士官の方は飲んでいたけれど、このあの？あの 末端の水泳の方たちには配られなかったと。どいね、そういう話です。あの実態もあのこの陳述書の中に書かれてます。うん、そういうことの中でやはり。あのなかなか立証というのは困難を極めると思いますけど、やはり。あのとにかくそういう事実を積み重ねていくことだと思うんですね。実際にですね、まあ今回そのまさにロナルドレーガンという。 まあ、あの原子力空母を軸にこういう形で日米の間であの情報のやり取りができているわけですけれども、まあ、日本全体に対しても非常にこうインパクトのある内容かなというふうに思うんですけど、どういうところに着目されていらっしゃいますか？やはり2つあるんですけどね。1つはやはり私自身も本当に正確なこの被害の実態を知らなかったわけだけれど、やはりこの友達作戦に参加して。 した水兵たちの被爆の実態っていうのはある意味で言えばその日本中のどこよりも深刻にこの福島原発の事故の被害を受けた人たちであるっていう可能性があるってことですね。つまりあの当時あのほとんどあの風は西から東に陸から海に吹いてましたからこの海岸の水兵たちが一番あの。 大量の放射能を被爆している可能性があるわけです。私自身感じたこととして、彼らはやはり友達として日本の被害を助けるために行動してくれたわけですよ。で、あの、その中でしかし、その全く予期しない。こういう放射能に被爆を浴びることになってしまった。そのことをあのやっぱり日本人としてきちんと受け止まなくていいのだろうかと。今彼らは？ まさにその東京電力だけではなくてアメリカ海軍もどちらかといったらもうこれは友達作戦で,ので生じた被害ではないんだという形で見捨てかかっている日本政府もそのアメリカ政府の言ってることをうのみにして関係ないんだと言ってる、うん、そして東電はもうこれは関係ないんだというようなそういうようなそぶりを見せているそうすると本当に見捨てられた状態になっているでもそれ本当にその彼らは本当に彼らは日本の,この被地震の被害を助けようとして あのこの作戦に参加したそれに対して私たちがやはり私たち自身もその潜在的な福島原発の事故の被害者ってあるわけだけれど本当に彼らの被害を知るっていうことによってその、まあ、一緒に連帯していけないだろうかってことを私は感じました。 あの実際にはあの日本でもいろいろなこうあの症状が出るあるいはそのまあ甲状腺がんなどもお子さんたちにたくさんこうまあ見つかっているという中でただし日本のばか場合はですねなかなかこう声を上げにくいという環境があるものですからそういう意味ではあのこの裁判というのは まあ初めてその被害そのものに対して訴えているという裁判では少しそれを前に言っているというかですねもしかするとまさに似たような症状であの手,に手を取り合える関係の,あの人々がたくさんいいるる可能性もあるととうこ実はの今回聞いてきた話なんだけれどまず一人の女性の水兵さんから弁護士さんのところにあの依頼があったらしいんですよ。 だけれど、その,あの弁護士さんはひょっとしたらこれたくさん同じような被害者があるんじゃないかということでその基地に行ってそこでいろんな多くの水兵さんたちから聞き取りをやったらしいんですねあそうなんですねそしたら、やはりや実は自分もそうなんだと今まで誰も言ってこなかったけれど自分もこんなひどい被害なんだということが続々と鳴る量を上げてきたと。 でしかもまたこれがその裁判が起こったという報道があったらまた実は自分もだという声がどんどん起こってきたとだからなんかその人為的に組織したというよりは本当にこういう被害があったんだということがやむにやむられる形でその弁護士さんたちのところに寄せられてきたらしいんですね。 それだけ本当に深刻な被害の広がりっていうのがあるし、まだまだこの方たちだけでない可能性もあると思う。あのそういうそのの広がりっていうのがある可能性というのは強いと思いますね。分かりました。今日はどうもありがとうございました。はいはい、ありがとうございました。